アイゼン、火薬は？仕掛けた。こいつをバンエルティア号への呪し代わりにする。この程度じゃ修行にならんな。だが、奴の居場所は分かった。ああ、俺の目的も清涼になったぞ。恩返しもできるし、ちょうどいいな。あんたがやったの？ん？まずかったか？別に。死神の連れにはちょうどいい。これで準備は整った。開門を開門するぞ。一気に片付ける。クライスクセ。そこへとどめ。ラファシーリーブン。呪い。そこだ。クライスクセ。呪い。とどめ。サーフェイスムーン。そこよ。次。そこだ。クライスクセ。次。呪い。セイヤ。ラファシーリーブン。やれやれね。よし、開いた。今のはバンエルティア号が近づいている合図だ。急ぐぞ。わかった。とっとと開門を開けるわよ。うん、とっとと。いざ参る。そこだ。食らい尽くす。そこよ。フリットステップ。フリットステップ。封じ、封じ。そこよ。ウィンドランス。ウィンドランス。コンテバッタが。ウィンドランス。その力、興味があるな。人に勧める気はないわ。大したことなかったわね。手間をかけさせないで。
この拳止められはしない。仕掛け一つ目のだ。開門は巨大な2枚の扉だ。開ける仕掛けも左右に2つある。なるほどな。よし、もう一つの仕掛けを探すわよ。準備はいいわね。そこだ。とどめ。ラフィンズ。そこよ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 。そこだ。クライックス。とどめ。ラフィンズ。そこよ。そこよ。そこをどけ。とどめ、ラッキーレイヴン。邪魔よ。さあ、先に進もうぜ。油断は禁物だぞ。そこだ、クライスクス。そこよ、とどめ、ラッキーレイヴン。呪い、そこだ、クライスクス。そこよ、呪い、逃しはしない。ジェットブリザード。そこよ、呪い、そこだ、クライスクス。呪い、とどめ、ラファティーレーヴン。無手かと思いきや、すでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。これで全開。バンエルティア号と合流する。船着き場に降りるぞ。させんぜ。ここはわしの。わしの要塞だ。
そこよ呪い。そこよ。しまった。そこよ呪い。そこだ。食らい尽くせ。呪い逃しはしない。絶望ぶりじゃ。そこよ呪い。しまった。そこよ呪い。しまった。しまった。そこだ。くらえ。そこよ呪い。そこよ呪い。逃しはしない。ジェットブリザード。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン。こいつもゴーマ病に。だが前より随分マシだ。順番のジェットブリザード。しまった。そこよ。しまった。ウィントデッド。しまった。ウィントランク。カモガタ。そこよ呪い。フルジキン。そこよ呪い。そこよ呪い。ブリットステップ。そこよ呪い。捕らえられまい。そこだ。はい。フルジキン。捕らえられまい。逃しはしない。ジェットブリフュージョン。捕らえられまい。そこよ。そこよ呪い。そこだ。くらえ。逃しはしない。ジェットブリフュージョン。捕らえられないな。そこよ呪い。そこよ呪い。そこよ呪い。そこだ。くらえ。逃しはしない。ジェットブリザード。船着き場はゴーマの巣だ。あれじゃ船に乗り込まれちまうな。って、時間がない。アイゼン、船に止まらずに開門を抜けるよう指示できる？それなら船は助かるが、俺たちはどうする？この真下を通る船に飛び移る。おお、それしかないでしょう。アイゼン、なんとか合図を。必要ない。バンエルティア号は開門を突っ切る。伝えなくても。俺も同じ策を考えた。アイフリード海賊団の流儀だ。本当にまっすぐ来た。こっちも行くわよ。済むか。死神に保証してほしい。セイフ。ちょっと何を。
行くわよ。お見事！まずは命の恩人への感謝が欲しいな。いやいや、触るなって言ったのに大砲いじって暴発させたんでしょう。そうじゃか、あれはいい暴発じゃよ。ごめんなさい。ちゃんと持ってなさい、そんなに大事なら。風、進路を出す。なら、お前が羅針盤を見ろ。うん。ただし、読み間違えたらサメの餌にするからな。しっかりね。あのライフィセットって、名前よ、あんたの。僕の名前、ライフィセット。いい名前じゃないか。紛るほどじゃないかな。海峡を抜けるぞ。進路を取れ、ライフセット。うん。進路は、ローグレス。いやあ、新鮮だな。まともに港に着けた。坊や、よかったの、サメの餌にならずに済んで。うん、よかった。いいの、海賊船がこんなに堂々と。北の海はいかがでしたか、アイゼン副長。ヘラビーサと見晴らし台が沈んだ。当分ノースガンド領の流通は大混乱するはずだ。それは耳寄りな。早速手を打たせていただきます。船長の手がかりがあったと。はい、だいぶ前の噂ですが、アイフリード船長はタイタニア島に送られたとか。タイマ氏が管理する監獄島だな。わかった、行ってみよう。いつも通り我が社の商船として停泊届を出しておきましたが、お気をつけて。ローグレスで盛大な式典があるせいで、ここも人目が多くなっておりますので。なるほど、情報がボラードの見返りってわけだな。情報が見返り。最新情報をいち早く教えてやれば、商人は儲ける機会を得られるでしょ。だから海賊でもかばってくれる。アイゼンたちはあちこちの港にこういうコネを持ってるんだろうな。清涼の規律でも人の欲までは縛りきれんということじゃ。そうなんだ。監獄島に行っても無駄よ、アイフリードはそこにはいない。なぜそれを。
私は監獄島から脱走してきたの。監獄の囚人が言ってた。この島から生きて出たのはアイフリードだけ。メルキオルというジジイの大魔師が連れ出したって。メルキオル様は特等大魔師で清涼の長老。いつもは本部にいるはずだよ。様はいらない。海賊バン・アイフリードは俺たちの船長だ。あいつの失踪には清涼の上層部が絡んでいるようだな。その本部とやらは王都にあるのかの？うん、王都のローグレス離宮に行ったことないけど。ベルベットの目的もそこにいる男だろ。目的は同じというわけだな。謝らないわよ、巻き込んでも。それはこっちのセリフだ。ところで、お前たちの船だがな、あれも仲間が乗り込んで開門要塞を抜けた。うちの探索船として使わせてもらうぞ。好きにして。勝手に乗ってきたものだし。探索船って？探索船の担当はベンウィックだ。あいつから説明を聞いてくれ。